詳しくは概要欄を見てね。どうも、くーちょき YouTuber ひでさんです。今日はですね、この DIY 感たっぷりのこのエアコン、アイリス大山のエアコンで事件は起きた。ガス漏れ修理の依頼ということで、心が弾むよということでね、外はこのような形浮かせてありますが、配管パッツンパッツン。1日目ね、取り付けした1日目はエアコン十分に効いて、涼しい涼しいと言っていたそうなんですが、次の日何も効かない、全くもって効かない、そんな状況。そして、泡剣でね、漏れがないか確認してみました。漏れてるはずなんだけどな。まさかもうすっからかんではないのか、この状況は。何も泡が出ない、泡が出ない、なぜだなぜだなぜだということは、まあ、ゲージを当ててみましょう。まず袋ナットちゃんを緩めまして、そこにホースを当ててみます。リンコと、はい、閉めてと。よし、はい、ご覧ください。ゲージの値示しているのは0。0というのはね、0気圧というわけではなくて大気圧ってことですね。1気圧になってますよってことですね。1気圧が0ですからね。はい、そしてフレア外しましたが、緩い。2部はね、まだいいんだけど、もう全体的にね、締めがね、緩い。締め込みが甘い。そして3部はもう筋がついてる。スージーちゃんになってますね。ほら、スージーちゃん。横スージー。横スージーはいいよっていう人もいますが、なおかつでこの傘が小さい。傘が小さい上に横数字なため、ここから、あとですね、あれですね、締め込みが弱い。弱いのでその辺で漏れたんではないか。もしかして4点多発テロで4箇所一緒に2部、3部、2部、3部からガスが全部吹き出ていたのかもしれません。まあね、耐圧でね、漏洩箇所確認したわけではないので、はい、これ、はい、くーるーくー。真夏の真夏の梅雨明けが、もう梅雨明けるはず。トン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 。トン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 。はい、フレア、フレア、フレアマン。ウィン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 。あ、ウィン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 。片手で、カメラで、片手で、ウィン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 。片手でね、今ね、これね、iPhone を持ちながら、片手で撮っております。そんな片手間の仕事でいいのかよって。はい、片手まで CM。 はい、ナイラグよく映っておりません。はい、ここにぬりぬりしてますよ。塗っているところが最近ね、ちょっとね、ナイロンさんね、変なんかお声かけいただけないんでね、ちょっともう浮気しちゃうぞ。はい、そしてトルクレンチで締め込み、締め込みおもす。この間ね、コメントでね、この人酔っ払ってんじゃねみたいなね、コメントいただきました。もうあくまでもシラフですからね、これお仕事でやってまして、エンタメとして、ベラ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 おじさんが喋ってるわけです。はい、そして、フレアツールで、レキスのですね、フレアマンでフレアを起こしてですね、作り直して、そして今、手締めでいっぱいまで締めてですね、そしてトルクレンチで締めている状況。よし、カチカチ締めます。見てください、これもう配管が結構ね、パッツンパッツンなんですよ。これもし台風でね、揺さぶられた時また漏れちゃう可能性ありますよってお客さんには伝えました。はい、このような形で締め込んで OK。 そして立ち上がりの部分、室内機と室外機結んであるところは綺麗。おそらくまあね、締め込みは弱かったですよ。おそらくこれね、出来合いの買ってきたものを片方自分で作って接続したんではなかろうかと思われます。はい、そしてナイロングちゃんをぬりぬりしてと。そして接続してあげます。いっぱいにね、結構もうパッツンパッツンでした。もうパッツンパッツン。はい、そして片手で締めることはないですね。こういう感じで締めたよっていう再現。ね、トルクレンチで締めました。ピピー、今脚立の天板乗ってたね。まあいいか。そして真空を引いた後にですね、ガス補充もうすっからかんということなんでね、規定量のね、何グラムだろう、520グラムだったかなを、補充したと。
まあね、この夏ね、いつもね、DIY で失敗しちゃったよっていうね、お客さんからの連絡、だいたい何件だろう。5、6件ありますかね。でもね、この時期っていうのは取り付けのね、作業の方がもういっぱいいっぱいで、もう下手するとね、2週間、3週間先ぐらいまで予定が入ってしまってるんですよね。そうすると、間が良ければ今回のようにですね、ガス補充というか、修理に伺うことはできますが、ほぼ無理。私のところでね。まあね、なのでね、できることであれば、まあ、知り合いの方でも誰でもいいですけれども、プロに任せるのがいいんではなかろうかと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。エアコン工事ヒデさんエアテクチャンネルでは、たまーにこういった形で、ガス漏れ修理、ガス補充を行っております。お、おじさん面白いね、頑張れ頑張れって思った方、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。ということで、まあね、治ったんでよかったですけれども、また見てください。エアイルさんもよろしく。詳しくは概要欄を見てね。最後までご視聴ありがとうございました。今日はですね、ガス漏れ修理ということで DIY をね、否定するわけではありませんが、早めにね、エアコン屋さん探してね、エアコンの取り付け頼んでてもよかったのかなとは思いますけれども、まあしょうがない、後の祭りアフターカーニバルということで、まあね、 DIY でエアコンつける方、まあ慎重にね、作業してください。最後までありがとうございました。